はい、こんにちは。ステレオカメラの相葉です。今日ご覧いただいてますのがライカのデジタルカメラですね。M8 の、ブラックになります。外観はですね、ややうっすら使用感もあるんですけれども、ご覧の通りかなり綺麗で、こういった液晶の傷とかもなくてですね、カバーがついてますんで、こういったサイドもフロントもですね、はい、痛みもなく、底蓋にはですね、まだビニールのあれが貼ったままですね、はい、はい、革の剥がれもなく大変綺麗な、はい、ライカの、M8 デジタルカメラになります。はい、動作はですね、オフの状態なんですけども、今バッテリーを入れますね。バッテリーは箱に入ったものが、2つ付きますね。バッテリーは、予備のものと合わせて、2つご用意いたしております。底蓋外します。はい、中も綺麗ですね。ここにメモリーカードを入れなきゃいけないんですけど、メモリーカードだけは付属しませんので、ご用意いただければと思います。こういうものですね、はい、これを入れまして、はい、いつ入れてメニューを押しますとですね、はい、このように日本語できっちり動作するようになってますんで、いろんな設定ですね、はい、コントラストとかいろいろ設定できますので、ご自身で設定していただければと思います。この状態でシャッターは動くのかな。はい、はい、きっちり動きますね。はい、このまま、巻きがないんですね。このまま行きますね。まあ、低速壊れることないんですけども、このようにきっちり切れてますね。はい、ファインダーとかも全部綺麗でですね、動作に不具合は全くないので、はい、ご安心ください。はい、で付属品ですけれども、バッテリー、先ほどのバッテリーとバッテリーチャージャーですね。バッテリーチャージャーと、外国で使える、ユニットですね、がここに付け替えて使う、このコンセントの差し口がついています。でもって、バッテリーですね。バッテリーの箱と、あとはストラップが付きます。はい、と取説ですね。取説はですね、全部、ドイツ語になりますんで、はい、取り扱いはですね、インターネットで調べていただければ、使用法が載っているサイトがありますので、それをご覧になっていただければと思います。でもって、このカメラのセンサーですね。カメラのセンサーを、きれいにする、クリーナーですね。をお付けします。このような感じで、クリーンするんですね。まあ、気をつけてやっていただければと思うんですけれども、クリーナーと、このブラシをお付けいたします。はい、ということで、大変状態のいいライカ M8 ですので、ぜひご覧になっていただければと思います。はい、ライカ M マウントのレンズでしたらセルタンでもいくらでも使えます。あとは、ライカスクリーンマウントのレンズでも、こういったアダプターですねを使うことで使用していただくことができます。はい、ぜひチェックしてみてください。以上です。